小金井義清から1944年10月16日は、明治から昭和にかけて活躍した、解剖学者、人類学者、森郊外の妹婿であり、星新一の祖父にあたる。越後長岡藩士で、家老、河井嗣之助に信任を得て、軍部業などの長岡藩養殖を歴任した、小金井義平の次男として、越後国越志郡長岡の毛朝城町に生まれた。 母は、新潟奉行、小林又兵衛の長女幸子。長兄は自由民権運動家で、衆議院議員を務めた、小金井健三郎。母、幸子の兄、小林小三郎は、吉田松陰と並び作間商山門下の二虎と、称された。1870年10月大学南校を経て、1872年10月、第一大学企学校に入学。 1880年7月に東京医学校を卒業した。卒業前の5月より東京医学校雇と医院に採用され、同工芸科学教室の助手として、同教室、シュルツ博士より解剖学の手ほどきを受け、その後、同年11月に日本よりドイツへ留学した。1881年1月ベルリン大学、翌年3月留学期間を通じて指示した。 ワルダイヤー教授のもとで1885年6月に帰国するまで解剖学と組織学の研究を続けた。この間1884年、網膜の発生に関する論文、翌年人類及び脊椎動物の交際に関する論文を発表、1883年にはワルダイヤーに認められ、ベルリン大学の助手に採用された。帰国後9月11日より、 当時の解剖学教授であった実践に変わり、解剖学講義を行った。翌1886年、東京帝国大学医学部教授に任じられた。1888年に、坪井正五郎と、その翌年の夏には妻、小金清美子と、北海道で、アイヌの墓地から166の頭骨と副葬品を持ち去り、その骨格を調査して、以来、人類学を専攻。 アイヌ研究に基づいて、日本石器時代人はアイヌであるとし、坪井正五郎の唱えた、コロボックル説を激しく批判した。また、アイヌと日本石器時代人の研究過程で上顎とした顎の一致が現代人と異なることに気づき、人間の口房についての論文を発表した。小金井の研究姿勢は、日本民族の人類学上の問題にもっぱら心を、 潜めてきておられるけれども、その立場はあくまでも解剖学者として立っておられたと、評され、あくまでも一解剖学者としての論理を貫いた。その後1893年から1896年には、帝国大学医科大学学長を務め、1893年に日本解剖学会を創設した。1902年東京学士会員会員。 1921年に定年を迎え、その後は教授職を退いていたが、精力的に研究活動を続けた。年譜外略、ありがとうございます。